皆さんおはようございます。今回本当にこのような、スリムでの、カンファレンスで、選挙報告の機会が、与えられていることを心から、感謝をします。この1年間、私たちはあのウクライナの地で、本当に言葉にならない、ウクライナの人々の、悲しみ、そしてこう激しい怒り、そしてそれらのものをこう引き起こしてきたところの、凄まじい破壊と、膨大な、喪失というものを私たちは、目の当たりにしてきました。そして、そのウクライナの人々に対して、私たちは本当に、なんと励まし慰めの言葉をかければ良いのかもわからないような、もう本当にその言葉さえ見つからないような、そういうこう無力さ もしばしば感じてきたんですね。しかしそれでもなお主は、あえて私たちにこのウクライナに、とどまって、そして、主の希望を、人々に伝え続けるように、導いてこられました。そしてこの1年間私たちがその働きを、続けることができたのは本当にその背後にあって、本当にこう根気強く、祈り続け、支え続けてきてくださった皆様の祈りと支えがあったからだというのは今本当に強く実感をしております。その皆様の前で今日このように選挙報告ができることを心から感謝をしています。このウクライナという国、皆さんご存知ですけどだと思いますけども、もちろん面積がですね、約日本の面積の国土面積の 1.6 倍、そして人口は約4000万強の国でした。でしたとあえて言わなければならないのは、現在ではこの国土の約 20% がロシアによって占領されています。そして約800万人のウクライナ人たちが現在も国外に避難して、そこで避難生活を送っています。そして去年のアメリカのブリンケン国務長官の発表では、約90万から150万人の、そのうちの30万人は子どもと言われていますけれども、ウクライナ人たちがロシアにはこう強制移住させられ、そしてウクライナ兵あるいはウクライナの一般市民たちがこの1年間で何名命を落としたのかは正式な数字は今発表されていません。ですからそのような面積、そのような国土だったと過去形で今は言わなければならない。このウクライナ、このウクライナに実はですね、この、この旧ソ連のウクライナというのはロシアに次ぐ2番目に大きい、国土的にも人口的にも大きい国なんですけども、皆さんご存知のようにこのロシア、ごめんなさい、旧ソ連ですね、アメリカに次ぐ当時、この核保有国だった、ソ連がこの、冷戦終了後にこう、いわばこう分裂していくわけですね。その中でこのロシアもウクライナもこの旧ソ連のそのもう膨大な核兵器をこう継承していくわけですね。そしてロシアもそうです。でウクライナもたくさんの軍事基地がありましたから、まず工業地帯、兵器の重要なそういったこう工場もありましたから、当然こう核兵器をこう継承していくわけですけども、そうなっていくとこの核保有国がこう世界に増えてしまうということで、ウクライナはもう旧ソ連から核兵器を継承する国はもうロシアだけにして、ウクライナは核を放棄してくださいということで、国際社会からのこの圧力がかかっていくわけですね。しかし皆さんご存知のように、一旦核を持った核保有国が核兵器を放棄するっていうのは、これ国家の安全保障上非常にこう危険なことなんですね。ですから当然ウクライナは、自分たちのこの国家の安全を保障してくれる、そういう保障を求めました。そして1994年に、ハンガリーの首都ブダペストで、ブダペスト、メモランダムという、ブダペスト覚書というその文書が交わされまして、そこで3つの国がこのウクライナの国家の安全を保障するので、それに基づいて、その約束に基づいてウクライナは核兵器を放棄してくださいということでウクライナは応じるんですね。その3つの国というのはアメリカ合衆国、そしてイギリス、そして3つ目がなんとロシアだったんですね。そしてウクライナが核兵器を放棄するというのはどういうことかというと、全ての保有している核兵器をロシアに譲渡するということですね。ロシアはその核兵器をウクライナから取り上げました。そして約束すると、安全保障を約束すると言ったそのロシアが、この核を持っていない非核保有国であるウクライナに一方的に今侵略しているというのが、今この起こっていることです。そしてしかもこのウクライナは日本と同じように専守防衛の国ですから、ロシアには、攻撃できない、しないんですね。ですから一方的にロシアから、
侵略が行われており、すべての戦場は基本的にこのウクライナの国土のみと、そして日々このウクライナがいろいろなもうありとあらゆる側面で、壊され続けているというのが今今日この瞬間にも進行しているというのが、この今のロシア・ウクライナ戦争の、実態です。そのウクライナのこの一番まあ南にあるオデッサという、これは実はウクライナにとってだけではなく旧ソ連にとっての最大の港港湾都市なんですけども、実はこのオデッサというのはこのいわばこうウクライナの西側で取れるこの農作物をこう輸出するそのまあセンターであって、そして実はこの左側にはですね工業地帯が広がっているんですけども、その工業製品を輸出するセンターとしてはこのマリウポリというこの町が対になっていたわけなんですけども、ロシアはもう当初からもうその両方の町を制圧することを狙っていました。そのこのオデッサという町に行かないと、私は兵庫県の加古川市にある加古川バプテスト教会という教会から1998年に宣教師として使われまして、そしてそこでなぜそこに使わされたのかっていう証しはまた別の機会にさせていただくということで、しかし私たちが使わされたその当時はですね、まさかこのウクライナという国がこういう戦場になるとも思いませんでしたし、後でお話しさせていただくようにこのオデッサというこの町がまさかその戦争の中でこのような特別な役割を果たす町になるということは全く予測もしませんでした。しかし全てご存知の主が私たちをそこに使わせてくださって、そしてそこで私たちの働きは始まっていきました。教会をスタートさせることができ、まあ、勇気、私たちの息子も実はオデッサで2000年に誕生したんですけども、ですから中身は多分ウクライナ人みたいな感じだと彼は思うんですけども、そこでさまざまな働き、子どものための日曜学校あるいはキャンプ、そしてユースの働き、またウクライナで非常に根強くある特に男性の間でですね、あるそういったこうアルコールまたは薬物依存症の人々をケアする、助けていくクリスチャンリハビリセンターもスタートしていきました。またウクライナオデッサに在住のたくさんの中国人のビジネスあるいは留学生ですね、そういったものをしている方々への伝道もさせていただきました。そしてそのオデッサの教会でこう生まれてくる新しいクリスチャンたち、兄弟姉妹たち、もう彼らはまさに私たちにとって兄弟姉妹のようだというよりも本当にもう家族そのものですね。本当に彼らの人生、彼らの結婚生活、彼らの子育て、さまざまな、彼らのこの人生に関わらせていただいて、そして私たちも彼らからさまざまな助け、さまざまなことを教えられて、本当にこう全くこう文化生まれたところは違うんですけども、本当に主にある家族というのはどれだけ素晴らしいかということを体験しながら、共にこう歩んできた、家族なんですね。そして、2021年、2年前ですね、ちょうど、1月にバイデン大統領がアメリカの大統領に選出されたその直後、春にですね、まるで、その新政権の肝試しをするかのようにですね、ロシアは、このウクライナとロシア、ウクライナとごめんなさい、ベラルーシの国境に、ものすごいこう軍隊を演習という名目で集結させるんですね。これによっても国際的にも非常にこう高い緊張状態が生まれました。一体何が起こるんだろうか。しかし夏までにはその場所からですね、兵士たちはこう撤退させるんですね。まあ装甲車とか戦車はそこにほぼ残したままで、兵士だけは撤退する。まあ一旦こう軍事的な緊張が引いたようにも見えたんですけども、その同じ年の秋にまた、春よりももっと多くの数の、兵士たちがそこに集結して、そしてもっと多くの兵器がそこに集められました。そしてさまざまな憶測がなされました。もう今度はこれは演習ではない、何かが起こるという説もあれば、いやいやこの21世紀のこの時代にさすがロシアといえどもね、第二次世界大戦じゃあるまいし、そんな別の主権国家に対してそんな攻撃をするなんて、それはいくらなんでも無理だと、これはあくまでもブラフなんだ、いろんな考え方がありました。誰が本当のことを言ってるのか全く本当に分かりませんでした。そして、しかし一つだけコンセンサスはあったのは、一旦もし戦争が始まってしまえば、もうこれはウクライナはもう本当に数日のうちに、まあ降伏するだろうと、ひとたまりもないということはもう初めからこう言われていたんですね。映らないですね。これがこちらがウクライナで、こちらがロシアのその兵力ですけども、まあ、当時の活動中の兵士、まあ、約20万人に対してこちらはまあ90万人。そして、まあ、陸軍に関して言うならば、戦車を含む装甲戦闘車3300に対してこちら1万、まあ、ほぼ6000と。そして、まあ、海軍に対しに関しても、まあ、潜水艦は0対50ですね。そして、空軍も戦闘機は120対、まあ、ほぼ10倍と。
そして決定的な兵器である核兵器に関してはゼロ対何千ということで、もうこれはもう一旦こう全面対決になったら、もうウクライナはもうあっという間に負けてしまうと、もうこれに関してはもうみんなまあ同意をしている、まあ、そのような状態だったんですね。まあ、そのような状態の中で2021年のまあ年末にはもっともっとこう、国境にこうロシアの軍隊がこう集結されていくと、本当にこうどう一体何が起こるんだろうという、まあ、そういう状態だったんです。そして年が明けました2022年1月、私たちは、在ウクライナの日本大使館からもうほぼ毎日、電話を受けるようになりました。当然その内容は、退避勧告ですね、もう実際にこうなんていうかもう軍事侵攻の危機が、いわゆるこうまああるかもしれないというイフのレベルからもういつのレベルになっていると。そして当時言われたのは2月の16日に開戦するということが言われていました。ですから、もしもそういう状態になったらもう私たち脱出する手段がなくなるので、今まだ民間航空機が動いている間に早く脱出してくださいという、もう非常にこう強い、そのような、退避勧告を受けました。そして私たちのアメリカの友人なんかも、まだウクライナにいるのかと、お前たちはクレイジーかと何回も言われました。そして現に私たちの周りの、アメリカ人の友人たちもウクライナの、どんどんと、退避、各国外に、退避をしていたんですね。そして1月に入ってくると、もうロシア語で入ってくるニュースも、この日本語で入ってくるニュースもですね、もうちょっとただならぬそういうニュースになってくるんですね。この1月の29日のニュースでは、まあ、アメリカの軍の制服組のトップがですね、ウクライナ侵攻が始まればおぞましい被害が起こると。そしてその同じ日にですね、そのロシア軍はそのウクライナとロシア、ウクライナとベラルーシのその国境沿いにすで、に作っている野戦病院にですね、もう生の輸血用の血液を運び出したと。これはもう何を意味しているかというと、もう演習ではないと。近々ロシア軍に兵士の中にもう数多くの負傷兵が出ることも前提としても措置がなされていると。そして2月に入ると首都キエフで、もし全面戦争が始まれば首都キエフは2日で制圧される。そして市街戦になればそのキエフ市内でですね、死傷者が5万人、別の分析では8万人、別の分析では10万人になるという、もうちょっと考え想像もできないニュースがもう毎日当たり前のように流れるようになりました。そしてここではですね、もうアメリカの政府が、ウクライナに在住している全てのアメリカ人に48時間以内にも退避するようにも勧告というかもう命令を出しました。そして実際に私たちの友人たちも退避をしていったんですね。そのような中で私たちは決断を迫られていったんですね。戦争が本当にもうすぐ始まってしまうかもしれない。そしてもしも戦争が実際に始まったら、私たちがいるオデッサはもうデイワンにもう実はこう包囲されると言われてたんですね。このオデッサとマリウポリは包囲されてしまうと。もう一番狙っているのが実はこの2つの都市だったんですね。まあ、キエフもそうですけども。と言いますのは、この、オデッサ、まあ、そしてこのニコライエフ、そしてヘルソンのこのラインを、もしも、実はこのクリミア半島というのはもう2014年からロシアは、実効支配をしていますから、ここにはたくさんのもうロシアの軍事基地がすでにあるんですね。ここから東からいわゆる陸上戦車部隊が上がってきて、まず第一番目の都市ヘルソンを制圧し、ニコライフを制圧し、そして東からオデッサに攻め込んでくると。そして、実はこのモルドバっていうこの国のこの脇にはですね、いわゆる自称ですけども、共和国があるんですね。沿岸の沿と書いて沿ドニエストル自称人民共和国という、まあ実際的にはまあロシアの支配地です。ですからここはもうロシアが支配していて、まあ既に1500人ぐらいの兵士が、まあ、ロシア兵が、まあ、駐屯していると。そこからもうオデッサはすぐですから、西からはそこから、そして南からは黒海に展開しているロシアの黒海艦隊から、まあ、砲撃をし、そして揚陸艦ですね、この戦車を積んでいる軍艦がこのオデッサ港に着岸し、そこからどんどんと戦車が街に入っていくと。そして北側からはこの10万人を超える軍隊が一気にキエフに入り、そしてそのままキエフとオデッサの間には広い幹線道路がありますから、車で大体6時間なんですけども、まあ、すぐ着いてもう一気にこう包囲されてしまうと。そして一旦オデッサにいる人間が、特に外国人、特に宣教師がですね、宣教師はロシアにとってはスパイですから、包囲されてしまい、そしてもしも、脱出することができなくなってしまったら、よほど人道回廊でも開いてもらわないと脱出できないという状態になって、もしも私たちが、外国人宣教師としてロシア兵に拘束されてしまえば、展開次第ではもう
殺されるよりももっとひどい結果になることが起こるんですね。ですから絶対にそれは避けなければならない、早くそこから出なければならない。しかし私たちは牧師でもあるんですね。そこに家族がいます、兄弟姉妹がいる。だから危険だからといって、その危険なところに彼らを置き去りにして脱出、国外に出るというのはもう初めから考えと私の中にはもう選択肢としてありませんでした。しかしこの時代になってしまったら、これは単なる逃げ遅れなんですね。ですからどうしたらいいんだっていう、本当にもう祈りました、もう悩みました、苦しみました。でも正解はないんですね。そして私たちの派遣教会である加古川バプテスト教会は一言も帰ってこいと言いませんでした。それが逆に非常にこう責任を感じる、どんな決断でもあなたたちが出した決断を全面支援すると言ってくれました。私たちは本当に祈りました。ただ彼らはこの行動方針だけは出してくれと。で私たちは祈った結果こう言いました。もしかしたら戦争は起こらないかもしれないので、私たちはオデッサに実際に戦争が始まるその日までとどまりますと。しかしもし戦争が始まれば24時間以内にオデッサを脱出し、全ての私たちと一緒に避難できる教会員とともにウクライナ国内のより安全な避難場所に避難しますとだけ言いました。もうそれ以上思いつかなかったんですね。そして、実際に戦争が始まれば、多分この北側からと東側からの、軍隊がオデッサに着くのには時間があるでしょうから、その間に、避難すると。そして、ウクライナの西部に、ベリカビーガンという村があるんですけれども、そこに私たちの教会のメンバーの一人のそのご両親が住んでおられるので、そのご両親の協力を得て、そこに、宿泊場所を確保しました。そして避難経路も確保し、避難手段も確保して、そして、私たちは計画を立てました。しかし実は私も家内も、もし戦争が始まらないと願うけども始まってしまえば、私たちは避難できる教会員みんなと避難するけれども、やっぱり避難できない教会員がいるであろうことはもう分かってたんですね。誰かを置いていかないといけない。もうそのことを考えると、もう本当にもう胸がもうちぎれそうになりましたね。もう本当に考えただけでもなんていうか、もう泣けてくるというか。ですから本当に神様、どうかそういうことを非難しなければならないことになりませんようにと、もう本当心から、家内と祈りました。しかし、2月の24日の、早朝、5時前ですね、私も家内もそして100万人を超える、オデッサに住んでいる、子どもも大人も、全ての、オデッサの市民が今までかつて聞いたことがないような凄まじい爆発音で目を覚ましました。これはその同じ時間に、全く同じ時間に起こったキエフでのミサイル攻撃の写真なんですけども、同じ時間帯4時半から5時の間にこの星印がついている全ての軍事施設、空港に一斉にミサイル攻撃がありました。インターネットを開いてすぐに何が起こったのか調べたら、もうすぐに分かりました。もうニュースはそればっかり、戦争が始まったと。始まってしまったことが分かりました。私たちはすぐに教会全員に電話連絡をして、今日夕方6時に、教会を車で出発する、だからそれまでに、全ての必要な書類、全ての必要な荷物を持って集まるようにみんなに連絡をしました。そして集まることができた人々は一緒に出発できましたけども、やはり半分以上の教会員は来ることができませんでした。そして私たちは、その日6時に時間通り出発をして、3日かけて、実はですね、その途中で本当に長い、検問所に引っかかったり、通る予定だった、橋がですね、爆破されていたりで、なかなか、予定通り行かなかったんですけども、3日の道のりを、そのベリカビーガンに向かって進みました。この道中もう本当に家内も私も実はもう何回も涙が出ました。私たちが本当にこの20年間いろんな人々の支えや祈りによっても心を注いで、育ててきたこの教会がもう文字通り目の前でこうバラバラになっていくという、その姿を見ながらもう本当になんかこう悲しくて悔しくて、そしてこうオデッサにこう残していた人々のことを思うと、なんかすごく自分が惨めでしたね。もしも今晩あるいは明日の朝、オデッサが包囲されて爆撃があって教会員の一人でも亡くなったら、私はこの後どうやって生きていけばいいのか、本当にそう思いました。生きていけないんじゃないかと思いましたね。
本当に家内もその思いだったと思います。しかしもう ですから私たちそこで車を止めても U ターンしたい思いに何回も駆られましたね。しかしやっぱり進み続けなきゃいけない。その中で本当にもう前は真っ暗何が待っているのか、その後1年、1ヶ月以上が経って今振り返るときに本当に主は素晴らしい計画をお持ちだったということ、今、心から明かしすることができます。しかしその日はもう全くわからない。その中でただ、家内と本当に、祈りながら車を走らせている中で、与えられた確信は、主がこの状況の中に、主が本当にね、ご自分の計画を持ってただ許されただけじゃなくて導かれたんだと。そして今主が共にいてくださって、ここから主が導いてくださる、どこへっていうね一体この後においてどこにっていう、戦争が起こらないように神様に祈ったじゃないですか、主をどうしてっていう、その思いでいっぱいだったんですけども、しかしその希望、その確信は与えられました。具体的なことは何も示されませんでした。しかしただただそれだけを信じて、みんなと共に、ベリカビーガンに、3日後に到着したんですね。そしてその後本当に私たちはもう毎分というか毎秒単位でオデッサがどうなるか電話をかけたりニュースを調べたり、もう本当にこう、固唾を飲んで見守っていました。ところが不思議なことに、いつまでたってもオデッサに軍隊が来ないんですね。オデッサが包囲されないんですね。そして1年1ヶ月以上経った今もオデッサは一度もこのロシア軍地上軍の榴弾砲の射程距離に入らなかったんですね。本当にどうしてるのか私も分かりません。もう神様の奇跡としか今は言うことができません。そして、実は約3週間経った3月の17日に彼と私は、現地との連絡を取りながら、まだ様子は分からなかったんですけども、一旦オデッサに戻ろうということで、家内と私は、車で、このベリカビーガンに共に避難した人々はそこに置いて、私たちは、外回りでですね、このウクライナの中を通って帰るのはあまりにも危険でしたので、一旦外のルーマニアに出て、そしてモルドバを通って、そしてオデッサに行くという、そして3月の20日にオデッサに到着しました。日曜日でした。そして、オデッサに残った、兄弟姉妹とそこで再会をして、もう本当にみんな喜んで歓迎してくれました。そして共に、主を礼拝して、そして、聖餐式をしたんですね。そしてその後オデッサはまた出発して、3日かかってまた、ウィリカビーガンに戻って、そしてその次の週は、ウィリカビーガンでそこにいる、人々と共に礼拝をして、また、3日かかってオデッサに行って、今度次の礼拝日曜日はオデッサに、そしてまた戻ってという、そういう生活が、この時から始まっていきました。この1年間で8万キロぐらい、運転しました。そして最終的にはですね、6ヶ月経った8月の24日に、全ての避難した、オデッサから避難した兄弟姉妹とともに、オデッサに完全に引き上げることが、できました。オデッサだけではなく、私たちはその避難したその日からですね、キエフがどうなるのかということを固唾を飲んで見守ってたんですね。というのはキエフが真っ先にこう狙われている、このここからもうここの国境からキエフまでも80キロほどなので、もうすぐに、戦車部隊、装甲車部隊が到着するんですね。そしてもしもキエフが陥落しようものなら、それはキエフという町の問題だけではなく、もちろんそれは大きなことなんですよ。というのはそこには300万の人々が住んでいて、そして市街戦になったら先ほどの分析の通り5万8万10万の人々が犠牲になる。もうそれはもう本当に、まあ、ありえないような、もう本当にこうある共感のこう地獄絵図のようなことが起こるということが言われていました。しかしそれだけではなくて、キエフが陥落してしまえばそこには大統領府がありますから、ウクライナという国が消滅することになるんですね。まさにこれはもう国家存亡の危機でした。そして現実問題、ロシア軍はすぐにキエフを包囲しました。そしてキエフというこの巨大な町の周りにはたくさんのこのいわゆるベッドタウンというか、まあ、その新興住宅地 あるいは村々があるんですね。そして、このキエフの周りでは実はウクライナ軍がもうしっかりと、ロシア軍の侵攻を阻止したんですね。あまりニュースにはなりませんでしたけど阻止してたんです実は。で、ですからこのロシア軍はこのキエフの周りにある村々町々に、駐屯して、そこを占領して、そしてそこに住んでいる住民たちにさまざまなことをしていました、3月中。しかし実際何が行われているかっていうのは、世界もそしてウクライナ軍も3月中は知ることができなかったんですね。そしてその
包囲しているそこからあるいはベラルーシからこのキエフの町に向かってこのような軍事施設とは直接何の関係もないような住宅地にも容赦のないミサイル攻撃が続いていきました。そして多くのキエフの市民ウクライナ人たちが国外にあるいは西部に向けて車で電車で人によっては自転車や徒歩で脱出を始めていくんですね。そしてこのキエフがもう明日にも陥落するんじゃないか、5日後には陥落するんじゃないか、もういろんなこうニュースが流れていたんですけども、結局持ちこたえるんですね、驚いたことに。そしてなんと4月に入ってからこのキエフの周辺から、ウクライナ軍はロシア軍を撤退させるんですね。なんと撤退するんです。もうこの赤く塗られたところはこのロシア軍が、占領している地域、そしてこれ3月ですね。そして4月に、まあ、4月の頭なんですけども、実は撤退させることができる。これはもう大勝利だったんですね。もう世界が驚きました。正直私も驚きました。これ嬉しい驚きだったんですけども、持ちこたえたということで、そして、それは良かったんですけども、しかしこのロシア軍が撤退したことによって、この3月中このキエフの周囲のロシア軍が駐屯していた兵士たちがいたその場所でどういうことが行われていたのかということを、そこに入っていったメディアは初めて目にすることになりました。特にこの町ブチャという町ですけども、ここではもう凄まじい破壊とそして、虐殺が行われていました。本当に多くの住民たちが捕らえられ、選別され拷問され、女性たちは強姦され、そして本当に多くの人々が、処刑され、虐殺され、そしてもう遺体がそこにこう放置されたままで撤退しているというその光景が広がっていました。多くの人々がその場所から連れ去られたということも言われていますから、正確には一体何名が殺されたのか今も分かっていません。ただ遺体が見つかった数だけで言うと420体でした。そしてこのブチャでの出来事は決定的な出来事になるんですね。というのは3月中、実はウクライナもなんとかこうロシアと停戦しようと思って5回にわたる停戦交渉を続けていくんですね。しかしこのブチャの出来事があったその時に、やはりウクライナのこの世論は激高するんですね。というのはこのロシアの言うところの停戦が何を意味するのか、ウクライナ人ははっきりと知ることになりました。停戦というと言葉はきれいですね、戦争をやめるんだから。だから時々親ロシア派の人々がウクライナは停戦するべきだと、そうしないともっと民間人が犠牲になるというようなことをおっしゃるんですけども、しかしこのロシアの言うところの停戦は、実は3月にその5回の停戦交渉でロシアが突きつけてきたこの停戦の条件というのも、もうかなり無茶なものだったんですけども、しかしそれを差し引いてもこの停戦の意味することは、結局その時点でロシアが占領しているその占領状態を容認し固定化させることを停戦というんですね。綺麗な言葉なんですけど、つまり言い換えると、このロシア軍がすでに占領しているその占領下、そこにはウクライナ軍も入っていくことができないし、ウクライナの警察も機能しないし、国際社会の代表団も入っていくことができない、その状態で残されたウクライナ人がこのような目にあっても、それはもう見捨てるというのが停戦の意味なんですね。ですからこれは停戦はできないと、これはすべての占領されたウクライナの領土を完全奪還するまで戦わなければならないという決意に、このブチャの出来事によってこうウクライナは導かれていくんですね。流れがこの後全く変わってきます。そしてブチャだけでなくて、その他のイルピンという町だったりボロディアンカという町だったり、このキエフ周辺の3月中にロシア軍が占領していた町々は本当にこう無残にこう破壊されていました。そして多くの人々が、住人たちがそこでこう命を落としていたんですね。これはボロディアンカという町の少し外れにある産婦人科の病院です。全く軍事施設と何の関係もないこのような施設に、このように戦車から砲弾がぶち込まれているんですね。そしてそのボロディアンカから少し南のアンディロフカという町には、私たちの友人の牧師が牧会をしている教会並びにクリスチャンリハビリテーションセンター、私たちがオデッサでそのリハビリテーションセンターをするときに、彼らは本当に多くの知恵を貸してくださって、援助してくれましたけども、その教会と、リハビリセンターがあったその村で、そのリハビリセンターの建物がこのように、爆撃されて、破壊を、されていました。そしてウクライナの東側の、クロマトルスクっていうその町でも、非常に激しい砲撃が続き、住民たちは、車で、そして車がない人たちをこのように電車で、安全な場所に避難するために、これは4月の8日ですけども、このクロマトルスク中央駅に集まっていたんですね。その集まっている人々が集まっているそのど真ん中にこのような巨大な巡航ミサイルがぶち込まれて、そして50人が、
即死をしました。そのうちの5人は小さな子供たちでした。そしてこの私たちの住む町オデッサ、これは4月の23日の出来事ですけども、私たちの教会から約まあ5分ほどの場所ですね。この一番下にあるここのスーパーマーケットには、私たちもよく行くスーパーマーケットなんですけども、この普通のアパートに巡航ミサイルが着弾し、そしてこの親子を含む8名が即死をし、多くの住民たちが重軽傷を負いました。そしてさらにこの先ほど申し上げたオデッサと対になっているこのマリウポリというこの港湾都市ですね、ここはもう本当にもう戦争が始まってすぐに包囲されてしまうんですね。多くの人々はもう脱出できましたけども、多くの人々は脱出できないまま包囲をされてしまいました。そして包囲をされた状態でもう本当にこう殲滅、もう建物も住宅地も学校も幼稚園も病院も、これは産婦人科の病院ですけども、容赦のないこう攻撃がこう続いていくんですね。そして本当に多くの人々が、これ当時3月だったのでまだ寒くてガスが切られ、電気が切られ、水が切られ、そこにどん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 砲撃がこう容赦なく、子供を含めて、こう攻撃されるという状態の中で、一体何人が命を落としたのか、未だに正確な数は分かっていません。そして多くの子供たちも、犠牲になっていくんですね。そしてこの4月5月のこのマリウポリの様子です。このマリウポリのこのある地区ではもう本当に隠れる場所もなくなってしまって、そして住民たちはその地区の中央にあったこのソ連時代に建てられた頑丈な構造物である、この建築物であるこの劇場にこう避難するんですね。約1000名が避難しました。そしてそこに大きくディエティという文字が、子供はここにいますという意味なんですけども、爆弾を落とそうとするそのロシア軍の戦闘機のパイロットがこれを見て、ここには爆弾を落とさないようにって、まあ、そういう願いを込めて書くんですけども、結局、無残に爆弾が落とされて300人がその瞬間に、即死をした。そして多くの人々は、重傷を負うんですけども、まあ、病院が機能していないというそのような状況に見舞われました。これがマリウポリなんですね。そしてこのマリウポリから実はたくさんの避難民の人々がオデッサに来ておられて、私たちの教会にも来られるんですけども、その人々の話によると、まあ、亡くなった方々の数は多分5万人は下らない、もしかしたら10万人を超えてるかもしれないと彼らはよく言います。これはただ永久にも分かりません。マリウポリは今もロシア軍が占領していて、もう完全に証拠は隠滅されて、そして客観的なこう調査をする団体が入っていくことはできません。ですからこうもう永久に何人殺されたのか、何人強制移住させられたのかは分からない。これがマリウポリなんですね。そしてそのさらに北に行くと、ハリコフ、これではハルキウ、ウクライナの意味ではハルキウ、ロシア語の意味ではハリコフですけども、これはウクライナ第二の都市で、まあ、日本でいうところの大阪のような、商業、そして経済、そして工業、そして、教育の中心地なんですね。このハリコフ、まあ、見ていただいたら分かるようにロシアの非常に近くなので、もうあっという間にここも攻撃を始められて、そして本当に多くの住宅地や、いろんな建物、いろんな場所がこう破壊をされていくんですね。そして多くのこのハリコフの市民たちが、脱出をするためにもうこのコロナの時期なんですけども、それ関係なくですね、もうこの駅にこう、殺到すると。そして、多くの人々はですね、この真っ暗なこの電車、もう電気をつけると攻撃対象になりますので、本当にもうすし詰めというか、小さな子供を持つお母さんは子供をもう腕に抱いたままで3日4日5日の旅を、していきました。もう本当に空襲警報が鳴るたびに電車を止まるんですね。そして何時間止まったままでいるかわからない、そのような状態の中で、彼らは西に向かってこう避難をしていきました。
そしてこれは実は私たちの教会の日曜学校、また勇気が小さい時のその勇気の友達のザハルっていうね、子なんですけども、これ勇気でザハルなんですけども、勇気の親友です。一緒に育ってきました。そして彼が、成長して、そして建築家になりたいということで、このオデッサの建築大学に入学するんですけども、その後勉強を続けるために、先ほど見ていただいたハリコフの建築大学に進んで、そこで勉強を続けている、その最中に戦争になりました。そして、彼は兵士になって、そして去年の4月の27日にハリコフで戦死をしました。私たちにとって本当に、大きな悲しみの知らせでした。そして、その後この、ヘルソンですね、ヘルソン、このクリミアから上がってきた、地上軍が真っ先に狙って、ヘルソンはもう本当に2週間足らずで、制圧され、占領されました。そしてこのヘルソンからですね、その次の町であるミコライエフ、ウクライナ語読みではミコライエフと言いますけども、そこを制圧されたら、その先もそのままオデッサなんですね。ですから、ここをあっという間に制圧したロシア軍は、次の町であるミコライエフを制圧するために軍を進めるんですけども、ウクライナ軍はここで、そのロシア軍の進軍を食い止めるんですね。したがって、ここのラインが最前線になりました。ただ、ここからですね、もうミコライエフはこう榴弾砲の射程距離に入るので、ミコライエフ もう攻撃の対象になりました。ただ、ここはもう激戦地になってしまって、膠着状態がもう数ヶ月、まあ、7ヶ月ぐらい続くんですね。ですから、ここにいる人々は、もうここに住むことができないと。そして、ミコライエフにいる人たちも、榴弾砲が届きますから、住むことができないということで、避難を始めてきます。で、避難できる人々は、オデッサに避難しました。あるいは、もっと、いろんな余裕のある人たちは、国外に、モルドバに、ルーマニアに避難をしていくんですけども、オデッサにさえ避難できない、まあ、年老いた親がいるとか、いろんな理由で、ここには住めないけども、オデッサまでも行けない人たちは、もう最寄りのとりあえず安全な場所ということになると、もうここなんですね。このニコライフの北部に広がる、まあ、村々に、ニコライフから、あるいはこの地域から、あるいはヘルソンから、逃げることができた人、あるいは、マリウポリからも、来た人々がいます。その人々が集中して集まっているということが分かったので、私たちは5月から、ホープニコライフという働きを教会で始めていきました。オデッサは幸い食料を調達することができるので、皆様からいただいた支援金をもとに、食料を調達し、パッキングをして、このように車に乗せて、オデッサから約2時間半かけてこのニコライフを通過して、この村々、今8つの村々でこの働きを展開しているんですけども、そこに行って、そしてそこにいる人々にカテゴリー別にグループを分けて、2週間に1回のペースでそこを訪問して、食料支援をする。これがホープニコライフです。そこにいる人々は本当に人によってはもう住むところを失い、職を失い、収入源を失い、本当にこのような、支援物資によってしか生活を成り立たせることができない人々が本当にいらっしゃるんですね。その人々にこの支援物資を届けながら、同時に福音を語る、そして彼らの話を聞かせていただく。聞かせていただくと、もう言葉が出ないんです。もう本当にもうあまりにも凄まじいところを通ってこられた方々もいらっしゃるんですね。もうすでに家族を失った人々もいます。あるいは今現時点で息子が、戦地に行っているんだけども、安否が確認できないと、今生きているのか死んでいるのか分からない、祈ってくださいというね、そういうことをおっしゃる方々もいます。もう本当にもう心が、行き裂かれそうになります。そしてただ本当にこう祈るっていう、こんなんで私たち役に立ってるのかなと思うんですけども、繰り返しそれでも続けていっていると、本当に彼らも心を開いて私たちが来るのを楽しみにしてくださるようになるんですね。それは本当に感謝です。そして、子どもたちもそこにはたくさんいます。ですからその子どもたちのための、一日子どもキャンプというのを、始めました。これは月に1回のペースで、子どもたちが本当にこう楽しみにして、私たちが来るのを楽しみにして、そしてそこで一緒に賛美をして、一緒に、工作をして、一緒に、ゲームをして、そして、聖書の話を聞いて、そして一緒にご飯を食べるっていう、本当にそれを通して本当に子どもたちの笑顔を、見ることができるっていうのは私たちにとって本当に大きな喜びです。そしてオデッサからも共に参加する人々のメンバーの数がね、毎回こう増えているんですね。本当に私たちにとって、これは、彼らの励ましと同時に私たちにとっても大きな、祝福となっている働き、これがホープ、ニコライエフっていう働きです。そして5月からは同時にホープソルジャーズっていう働きも、始めていくことになりました。これは私たちの教会から、その当時4人の、兄弟たちが、兵士として、兵役についていました。その家族は教会にいます。ですから私たちは本当に彼らと共にその
そこに兵役に派遣されている、兄弟たちのその体が守られ、安全が守られるように、その仲間たちが守られるように、もう本当に切実に祈りました。と同時に、何か彼らのために目に見える助けがしたい。そこで始まっていったのがこのホープソルジャーズで、当時ですね、特に5月の時点では、本当にウクライナはもう支援が届いていないということで、皆さんも覚えていらっしゃると思います。ゼレンスキー大統領が武器をください、武器をくださいと言っていた時期ですね。本当に軍から支給される、防護服とかも本当にまあ言っちゃ悪いけど、チャチーもんだったんですね。ですから、私たち、オデッサであるいは国外からそういうものを調達して、あるいはこう兵士が万が一にも負傷した場合の兵士用の救急道具を、調達して、兵士、そのまた仲間たちに、お届けするという働きを、してきました。幸いなことにこの働きはあっという間にネットワークが広がって、今本当にたくさんの、場所にいる兵士たちにこの、物資を届けることができています。と同時に、聖書そして福音のこのトラクトも届けることができています。これがホープソルジャーズという働き、そして9月からはホープオデッサという働きが始まっていきました。ご覧の通りこのウクライナという非常に広大な土地なんですけども、でも実際に戦争が今行われているのはこの東部と南部なんですね。西部は比較的平和です。ですからみんな西部に避難をするわけなんですけども、この実は東部と南部が危険なんですけども、ですから、避難民というのはいわゆるこう東部と南部から避難している人々です。西部から避難している人々は本当に避難民ではありません、はい、でこのここから避難している人々というのは、実は、西部に避難するか国外に避難するかという選択肢があるんですけども、しかし、まあ、実を言うとウクライナは3種類の人がいるんですね。西部にはウクライナ語しか話さないウクライナ人がいます。そして東部にはロシア語しか話せないウクライナ人がいるんですね。そして3つ目はロシア語もウクライナ語も両方話せるという人で、この東部にはその年齢的なこともあるんですけども、特に年齢がソ連時代に教育を受けた人々はロシア語しか話せないんですね。でその人々が西部ウクライナ語しか話さない人々のところに行くと結構文化が違う、言葉が違う、肩身の狭い思いをしないといけないんですね。そして今非常にそういったウクライナ語しか話さない人々の中にはロシア語を敵国の言葉として非常にこう意味嫌う傾向があるので、非常にこう、まあ、デリケートな問題が発生しやすいということで、じゃあどこと、ロシア語圏で安全な場所でどこって言ったらオデッサだけなんですね。オデッサが唯一の場所なんですね。ですから今本当に多くのこのドンバス地方から、あるいはマリウポリから、あるいはこのヘルソンから、そしてニコライフからこうオデッサにたくさんの避難民の人たちが今、流入しているということで、オデッサがこう避難民のこう受け入れ場所になってきているんですね。ですからその人々に、オデッサで、必要なものを提供しながら、福音を語ろうということで始まっていったのがこのホープオデッサの働きです。特に日曜日にこれもカテゴリー別に、連絡を取ってお招きして、そして願わくば礼拝に出て福音を聞いていただいて、そしてその後で1ヶ月分の食料をお渡しするということで、私たちは今このホープオデッサを、始めて、そして今も継続をしています。どんどんこのニーズが、ホープオデッサのニーズが今高まってきています。そして9月から同時に私たちはホープスクールという、活動を始めていきました。オデッサの学校には、防空施設がないので、対面授業ができない、そして、頻発するこの、停電によってオンライン授業もできないということで、この教育学習の問題が本当に深刻な問題になってきいたんですね。そこで、私たちの教会では、まだ実はこれ本当に小さな働きなんですけども、せめて教会員の子どもたちを教会に集めて、そして幸いなことに私たちの教会には発電機が与えられています。それでその発電機をフルに活動して、活動させて、この常に電気のある状態を確保して、そして教会の中の教師の資格を持った姉妹たちに協力してもらって子どもたちの教育を支援する、このホープスクールという働きを9月に始めて今も続けられています。そして10月に入ってからはこのロシア軍はですね、このなかなか戦場で優勢に立てないということで、実はもう6月7月はもう圧倒的にロシア軍は優勢だったんですけど、8月からこう風向きが変わっていくんですね。そしてもう、9月には電撃的なハリコフの奪還があって、そして、10月からこのロシア軍はなんとこの民間人を攻撃し始めるんですね。まあ、民間人を直接こう殺傷するという攻撃では必ずしもなくて、その民間人がどうしても必要なこのいわゆるこうインフラ施設をこう攻撃する、特に電力インフラですね。特にこの9月10月っていうのはもうだんだんと冬が迫ってきていたわけですけれども、
要するにこのウクライナ人がこう厳しいウクライナの冬を越せない条件を作り出すことによって、まあこう継戦意欲を、戦争を続けていく意欲をもう喪失させてやれと、そしてもう同時にたくさんのこの避難民がまた冬を前にウクライナから脱出することによって、その受け入れ先になるまあヨーロッパ諸国のウクライナに対するこの支援の足並みを乱してやれっていう、まあそういう試み、企みのもとにですね、この組織的な、そして継続的な、まあ週に1回ぐらいのペースでこの攻撃が始まっていくんですけども、ミサイルとシャヘドっていうイラン製のドローンによってこの攻撃が始まってきました。それによって本当に文字通りウクライナ真っ暗になってしまうんですね。これはある日のウクライナの夜の衛星写真ですけども、まあ、ここはまあ黒海なので真っ暗なのは分かりますけども、ここがウクライナのこの境界線ですよね。まあ、周りはいっぱい電気があるし、特にここですね、これモスクワなんです。電気があるのにこのウクライナだけは本当に真っ暗。私たちも、彼も私もオデッサの街が本当に真っ暗、真っ暗ってこんなに真っ暗なんだっていう、経験をしました。それによって、まあ、本当にこう12月から始まる冬、もう寒くて暗くて恐ろしい冬にするっていう、まあ、そういうことだったんですね。で、私たちは、もう冬が来るのは分かっている、寒くて暗くて恐ろしい冬が来る、何をするべきだろうか、祈りました、考えました。そして結論、ホープウィンターだということで、ホープウィンターっていうね、この、プロジェクトを私たちは、計画して、そして12月の5日から、2月の22日まで80日間連続で1日も休まずに、行うことができました。そしてこれを実現可能とするために本当に皆さんが祈り、そして支援してくださったことを心から、みんな感謝をしています。毎日、この、姉妹たちがですね、食事を作る、チームを作って、そして毎日夕方5時に教会に集まるんですね。そして5時から6時までみんなで美味しい食事をして、そして6時から7時まで、しっかり聖書の勉強をして毎日、そして7時から、9時まで、その学んだ内容を語り合ったり、交わりをしたり、まあ、子どもたちは走り回って遊んだり、10代の子たちはゲームをしたり、本当にこう正直楽しい80日間となりました。本当に心から、感謝をしています。みんな本当に、感謝の思いを込めてこの寄せ書きをしているんですけども、本当に素晴らしい主は、この暗くて寒くて恐ろしい冬を明るくて、暖かくて美味しくて楽しい、特に私たち本当に大人たちは子供たちに、暗くて怖かったという冬の記憶ではなくて楽しかったという記憶を、一生忘れることなく持ってほしいという願いを込めて、本当に一致団結してこの働きを、することが、できました。しかしやっぱり1月からもですね、戦況はこのように、毎日ですね、このマーク、この青いのはこう、防空警報が発令された場所で、この赤い、これはもう実際に爆撃があった場所を示しているわけですけども、毎日このような状況で、これはまさに今日の戦況図です。特にこのドンバス、バフムトとかアウディウカのあたり、そしてこの南のヘルソン、そしてこの北のハリコフの上が非常にこう熾烈な攻撃が今も続いています。そして私たちの身の回りでも戦死したというニュースが実は最近やっぱり増えているんですね。これは私たちが去年支援してきたルスランというホープソルジャーを通して支援してきた男性兵士なんですけども、去年の12月に戦死をしました。そしてこれはタティアナさんとワネッサちゃんという以前私たちの教会に来ていた家族なんですね。これはベネッサちゃん、ごめんなさい、ベネッサちゃんなんですけども、その後彼らは別の町に引っ越しをしたんですけども、これお父さんのバーリックなんですけども、2ヶ月前にですね、このバーリックはバフムトで戦死をしました。これは葬儀の時のタティアナさん、そしてこれはすっかり大きくなったベネッサちゃんですね。本当に悲しいニュースでした。そして去年10月に私の家内の妹とか各国の教会から何人かが応援に来てくれて、その時にこの救援物資を持って、この一番向こう の, あのアンドレイという元警察官 の, その兵士の方が隊長を務める、まあ、小隊に支援物資を届けたんですけども、2週間前にこのアンドレイとその仲間の4名、合計5名がバフムトで戦死をしました。状況は決して良くなってないんですね。この本当にどんどんと、まあ、熾烈になってきているのが実は実態なんです。そしてそれでもウクライナの人々は、私たちが驚くほどこのウクライナの勝利を実は確信しているんですね。
絶対に勝つ。しかし一体それがいつ起こるのか、いつまで戦争が続くのかがわからない。やっぱりそれでかなりこう疲弊してきていると。そして戦争が一旦終わったらそこから始まる復興、実は復興というとこれは明るいトーンなんですけども、実はいろんな問題が待ち受けているんですね。戦争が一旦終わればそこからまたいろいろな問題が始まっていきます。しかし今ウクライナの人々はそこには目を向けずに、とにかく戦争を乗り切ろうと思っても必死なんですね。感情をオフにして走り続けているという感じです。そしてそれに感情が落ち着いた時に一体何が起こるのかも想像しただけでもちょっと恐ろしくなります。その彼らに今一番大切なのはまさに希望なんですね。私と家内は、来週オデッサに戻ります。そして4月の13日にオデッサに到着をする予定なんですけども、実はオデッサではウクライナでは4月の16日がイースターなんですね。そのイースター礼拝で本当にそこでイエス・キリストの復活の希望、死から命へ、破壊から回復へっていう本当に希望のメッセージを語り、そこから次のステージがスタートしていくことを私たちは心から願っています。引き続きホープソルジャーズを続けていきます。このホープソルジャーズでは引き続きこの、防護服、そして、この救急道具を、提供していくと同時にですね、今私たちはこのオデッサの町の中にある病院で、治療を受けている負傷兵の人々の、慰問を私たちは始めています。そしてこの、ね、慰問も本当に行くと、まあ、私たちが今行かせていただいている病院はまだそれでも比較的軽い怪我の人々がいるんですけど、それでも片足がなかったり片目がなかったり片腕がなかったりする人々を前にして、もう語るかける言葉を失いますね。ただ私たちがひたすら言えるのは、何か持ってくるもの、必要なものありませんかと声をかけて、もしも言ってくれたらひたすらそれを本当に持っていくと。そしてそれで、心を開いてくださるのを待つ、祈りながら待つっていう、まあ、今そういう働きです。そしてやはり私たちにとって最大の課題は帰還兵の問題なんですね。今何十万という兵士が、前線で戦っているわけですけども、戦争が一旦終わると彼らが帰還兵として一般のこの社会に、私たちの街に、そして家庭に帰ってくるわけですね。そして彼らは、本当に体と心に、様々なこう傷を負って帰ってくるわけですね。そして本当に見える傷もあれば見えない傷もある。そしてその傷を負って、そしてそこで経験したもう本当に大きな怒りや憎しみや、あるいは罪悪感、忌まわしいその記憶を封印して、そして何事もなかったかのようにかつてのお父さん、かつてのご主人として振る舞おうとして日常にまた戻ろうとするんですけども、多くの兵士がそれができないんですね。やっぱりいろんな自分の意思とは関係なく作動してしまうこの記憶とか、まあ、フラッシュバック、PTSD も様々な問題が待ち受けています。その中で多くの男性たちは、特にこう負傷兵たち、体に障害を負って帰ってきた人々は、まあ、最初の数ヶ月は英雄扱いされても、まあ、何年もそれも続かないと。しかし何年経ってもその体の壊れた部分は治らないと。その中でやっぱり様々な、今度は自分に感謝を表せない、周りの人々の怒り、失望、まあ、いろんな問題が実は待ち受けてるんですね。そういう中で本当に多くの男性たちが、帰還兵たちがこうアルコールの問題、また麻薬の問題、最悪の場合は自らの命を絶つことも含めた様々な社会現象が起こっていく。そしてそれは当然その人々の家族にも影響を与える。もうそれはもう今から実は分かってるんですね。その分かっているウクライナのオデッサに建てられている教会として、私たちは何をするべきかと自問しても答えは分からないんです。正直わかりません。私、戦場に行って戦うことないですから、彼らに一体どんなことを言えるのかわかりません。しかし、しないわけにはいかないんですね。私たちがこれに関わろうと関わる前と、機関兵は帰ってきます。ですから、誰かがこれをしないといけない。そこに建てられている教会として、私たちはこの働きに体当たりでもこう関わっていかないといけないと思っています。で、今できることから始めようということで、まあ、せめてですね、この従軍、牧師たち、まあ、チャップレンっていうんですか、この人々のこのワークショップやセミナーに参加して、せめて知識のレベルから分かることをしていこうということで今しています。しかし本当にこれは、この働きは主の導きと許しと、この助けがなければもう絶対に足を踏み入れることも許されないような重い重い働きになります。ですからどうか、お祈りいただきたいと心から願っています。チームが組織され、そして本当に、私たち何をするのでもなく、ただ、本当の癒し主であるイエス・キリストのもとに、負傷兵を導くと、そして聖霊の働きの邪魔をしないと、その働きに徹していきたいと心から願っています。ぜひお祈りください。そしてホープニコライフを継続をしていきます。実はこの、
ここにドニプロ川っていう川があって、これは実はこのヘルソンがここにあって、ニコライフここなんですけども、実はですね11月の11日に、このこちら側のロシア軍が展開していて、こちら側から、ロシア軍をですね、ウクライナ軍は撤退させて解放するんですね。ここすごいことが起こりました。ところがそれはグッドニュースだったんですけども、こちらに撤退したロシア軍がここから砲撃をこちらに始めていくことによって、それまで占領されているという危険はあったんですけども、町が砲撃されるという危険はなかったヘルソンが砲撃の対象になってしまって、解放されたその日を境に最も危ない場所に変わってしまったんですね。ですから11月の11日以降、多くのヘルソン市民が避難をしなければならなくなりました。そして多くの人々が今オデッサに避難をしています。ですから今私たちの教会で続けているホープニコラ、ホープオデッサもですね、半分以上の方々が実は、ヘルソンから来ておられる方々なんですね。で先ほど見ていただいたように、ここが最前線だったんですけども、しかしこのヘルソンが解放されたことによって、一つ良かったことは、この最前線がここからここに後退したんですね。したがってここが安全になりました。ですから私たちは今ホープニコライフの働きをさらに東に向けて展開しようと思っています。そして最終的にはこのヘルソンにまで至る、このヘルソンの周りの村々も私たちでカバーしていきたいなと思っています。ヘルソンにも実際に私行っています。ヘルソンは行くときはこういう格好で行かないとダメなんですけども、そしてそのヘルソンの郊外にあるチェルノバイカという村にある、教会、その牧師ご夫妻、このセルゲイ牧師とレーナ夫人なんですけども、今この教会とともに連携してヘルソン周辺の村々にも食料支援、福音を届けていく働きを展開していきたいと今願っています。そしてホープスクールも私たち引き続き継続していきたいと願っています。そしてホープオデッサ引き続き継続していきます。実はこう春になるとですね、4月5月には今言われていることとしては、このザポリージャ州からこのメリトポリっていう占領されているところに、こうウクライナ軍が、大攻勢をかけて、そして可能であればもう最終的にここまで突っ切ることによって、こちら側を、ここも、ね、橋も破壊して、こちら側にいるロシア軍を孤立させて、徐々に奪還していくということが言われていますけれども、それがもし起これば、この周辺からたくさんのまた避難民が、起こると、そしてオデッサに、彼らは来るのではないかと言われています。ですから、引き続きこの、オデッサでの働き、ホープオデッサの働きがさらにこう重要になってくるんですね。本当にこう、戦争が、続いていく中で、私たちも本当にいつまで続くのかも絶望的に、なることがあります。しかし実は、今日はもう時間の関係でこれ以上申し上げることはできませんけれども、本当に神様の不思議な戦争を通して神様が実は御業を広げておられるっていう実は側面もあるんですね。ですから戦争が一日も早く終わることを私たちは願いつつ、その戦争が続いている時にしか教会がなすことができない働きをしっかりキャッチして、それを本当に、していきたいと心から今願っています。本当に皆様の、尊い、そして根気強い、お祈り、そしてご支援に、心から私たち感謝をしています。皆さんの上に本当に主の豊かな祝福が続けてあるように心から私たち祈っています。感謝します。